今日もご覧いただきましてありがとうございます。噺家の柳家三之助でございます。御朱印ブームなんて言われてましてね、集めてる方いらっしゃると思うんですが、こちら戸越八幡神社でもたくさんの御朱印があるんですよね。今見るとね、なんかこう墨とハンコっていうそういうイメージなんだけど、なんかこう絵が入ってカラーになってるものはね、選べるようになってて、これもそうですか？はい、この御朱印には詩が書いてあります。あ、ここは詩になってるんだ。はい、珍しいですね。我を超えるって書いてガゴシと読みます。ガゴシ、はい、ここトモシですよね。あ、ガゴシです。ちょっと聞き慣れない言葉ですねはい、私が作った造語になります。あら、あなたがこれ書いたの？私が書きました。あら、じゃあ詩人の方。はい、詩や絵本を書いてます。へえ、じゃあこれちょっといろいろお話聞かせていただいていいですか？はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなく創建500年を迎える戸越八幡神社。ご近所で生まれ育った浦野さんは、小さい頃よくこちらの境内で遊んでいたそうですが、おや、なぜかソファーがございますな。実は新型コロナウイルスの感染が拡大する前は、御朱印をもらうのに 2,3 時間並ぶこともあり、それなら座って待っていただこうと境内にソファーを置いたそうです。この斬新な発想の生みの親は神社の根井さん。浦野さんとも親しいとのこと、早速御朱印の評判を伺ってみました。浦野さんがこの御朱印を手掛けられたっていうことで、もう見せてもらって、やっぱりちょっとこれも斬新だと思うんですよ。そうですよね。でもそれは浦野さんのアイデアで、はい、初めてご覧になった時やっぱりえっと思いました。いや、あの祖母氏にかけて自分を超えるという、ね、辛い時も自分を乗り越えるみたいなね、はい、そういう意味合いで作られたっていうのを伺って素晴らしいなと思って。あ、はい、参拝のお客さんもまあ、初めて見てこうびっくりされた、いろんな反応あると思うんですけど。はい、あの皆さんびっくりされて、これはなんかただの御朱印と違うと言って、額に入れて家に飾ってますと、一番みんなの見えるところに飾って、だからなんかある意味お札の代わりになっていたりして、今日ちょっと落ち込んでるなっていう時にあの内容を見て、あ、そうだ頑張らなきゃっていう気持ちになりましたっていうお声もたくさんいただいて、本当にあの素晴らしいと思っております。それではここで牧さんが書かれた雅語詩を皆さんに聞いていただこうと思いますが、私がやっちゃうとね、どうもベラン名になっていけないというので、今日は特別に歌手の京子さんにおいでいただきました。どうも今日はありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。京子さんはご自身 の、 あの FM の番組の中でもこの雅語詩を朗読されてるんですよね。はい、牧さんの詩の魅力ってどういうところにありますかね？とっても素直なところ、あと子供の部分を残した心のつぶやきみたいなのがすごく可愛らしくて、私はすごく好きです。はい、それでは早速、朗読していただきましょう。雅語詩。江戸を越えいつだって我を超えられる。人生はあなたが思うほど悪くない。耳の底から聞こえる戸越のせせらぎを胸に、さあ行こう。ありがとうございました。ありがとうございます。この御朱印のこう文字で味わうこの詩もいいんですけど、やっぱり声に出して言葉にした時にまたちょっと味わいが違いますよね。そうですね、それ言います。いかがでしたか？あ、もう最高です。ありがとうございます。ね、またこの戸越八幡の中でこう読むっていうのがね、なんともこの環境っていうんですか、声がちゃんとこう境内に響いて、素敵だなと思いました。はい、初めての経験でしたけど。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、
ガラッと雰囲気が変わりまして、お邪魔しておりますのはゆうゆサロンアトリエブランさんでございます。これは言わないとわからないので言っておきますが、戸越八幡神社の境内の中にあるサロンでございまして、美味しいお手製のお料理や飲み物を支度していただいたんで、それいただきながらね、お話を伺ってみようと思います。引き続きマキさんにはいらっしゃってもらってるんですが、ここからはご亭主の、はい、進むさんにも加わっていただきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人はよくこちらいらっしゃるんですか？そうなんです、娘がここのファンでして、自分でこう抹茶を立てるんですけれども、自己流でやってたもんですから、こちらに伺うと山崎さんが全部教えてくださるんですよ。で、彩りの綺麗なお菓子とともに抹茶いただくのが娘小学生なのに大好きで、よく伺いました。今こちら目の前にね、もういくつか絵本と刺繍ですよね、はい、この並んでますが、こういうものを出すっていうのは何かきっかけがあるもんなんですか？詩を書いて机の上に、置いといた時があったんですね、その詩を編集者である主人が見つけてくれて、この第一冊目の詩画集につながることになったんですけども、ふと見たらその机の上にもやしっていうメモ書きがあったんですね、で、まあ、見たら面白い詩になってるもんですから、これはまさか角が書いたんだとは思わなかったんですね。この詩集にその詩が載ってましたね、はい、私ちょっと拝見したんですけど、物語みたいになってるもんですから、まあ、編集する私としてはいっそのこと絵本みたいな詩画集にしちゃおうと、今までにない詩画集にしちゃおうと思いまして、絵本のような詩画集にしてしまいました。まあ、絵本や詩を書く方がどうしてこの御朱印に関わることになったのかっていうところをちょっと聞かせていただきたいんですが、はい、そうですね、戸越八幡神社様に散歩で来た時にソファーに座っていたら緑の景色とかがすごく綺麗で、あ、ここの御朱印を書かせていただきたいなってふと思いまして、ネギ様にご相談してこういう形にさせていただいたんですけど、実はそれまで2年間書けない時期で本当に辛くて、介護とか子育ても大変だったんですけど、もう絵本もやめようと思って家にあった絵本を2、300冊捨ててしまって、である時ふと本当に戸越八幡神社様のソファーに座っている時に、あ、御朱印をもう一回書こうと、もう一回詩から始めようと思ったので、すごくターニングポイントになる御朱印の詩は私にとってはすごいターニングポイントだったです。で、せっかく御朱印をやるんだったら他のものと違ったものにしようと、あなた の、個性を生かすように詩で書いたらどうだっていうことでお話をしまして、が御朱という詩が完成しました、自分にこう我を超えたいな、自分を超えなきゃと思っていた時期で、自分に向けて御朱印を作成させていただきました、自分に書いたっていうところが面白いなと思いますね。それがきっと、まあ、いろんな人に伝わってね、共感してもらったりとかそういうことになるのかななんて感じますね、今後の創作活動っていうのも何かこうお考えがあると思うんでね、そこら辺をまた伺ってみたいんですけど、去年大崎の美術館で詩画展をさせていただいたので、今年は抽象画に詩をつけた形でやれたらいいなっていうことを思っています。これが最近書き始めました妻の抽象画なんですけれども、1日に2枚とか3枚とか時には寝ないで書いたりしまして、また新しい境地って感じじゃないですか、これは。はい、なんか表現の引き出しを主人が増やしていこうっていうことで、新しい一面をまた出していきたいなと思って絵も手掛けさせていただいてます、いろいろとお話を伺わせていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。これからもですね、夫婦仲良く、共に協力をして新しい作品を生み出していっていただきたいなと、ありがとうございました。応援しております。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。この神社という場所は、まあ、人が集まったりいろんなものが行き交うんですが、この文化的なものがね、一つ生まれてまたそれが行き交っていくっていう、まあ、詩もそうだし絵もそう、もしかしたら落語もそうかもしれない、そういう場所だなってなんとなく思いました。皆さんはどう感じになられましたでしょうか。さて、次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。